こんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、今日はですね、先日僕実況動画撮れませんでした。トレクルミッドナイトパーティーエキスパ、これちょっと家帰ってきたのでね、落ち着いてやりたいと思います。お願いします。はい、もうなんか今更ね、なんか攻略とかすげえ遅いので、まあ僕はこんなパーティーで、こんな感じで回っておりますっていう動画でございます。まあ安定ですね。安定攻略早くもないし、なんかすげえ大変でもないし、すげえ安定攻略します。この動画すごい平和です。行きましょう。平和なゲーム実況、行きます。ミッドナイトパーティー、ブルブル、オッケー。何この動画。まあな、もう結構だって2日経っちゃったんでね。なんかやっぱ早いのはなんだっけな。なんか教えてもらったんだけど、あれがやっぱ刻印シャンクスとか早いらしいんですよ。まあ、僕持ってないんで、まあ、結局残波っす。残波で地属性も、地属性の攻撃高い2人、左下。で、赤のアーロン。心のブルック。そんな感じ。で、行くと、結構まあ安定もするし、まあそこそこ、このミホーク溜まるだけでなんとかいけるっていう感じなんで、行きましょう。楽です。2回。ここはもう、食らわずにターンを稼ぎます。食らわずにターンを稼ぎます。はい、食らわずにターンを稼ぐ程度。食らわずにターンを稼ぐ程度で大丈夫です。ちょうどいいんですよ。そうするとターンが溜まるのもね。もうこうやってもうテレビ見ながらこうやってできますから。テレビ見ながらでもこう、ズバズバンとできますんで。テレビ見ながらのズバンでできます。で、僕ですね、ちょっとありがたいことなんですけど、ちょっと、集まって喋ってると、ミスります。テレビ見ながらできるとか言っといて。ミスりますじゃねえ。まあ、こんな感じで、食らわずにね。そう、この間空港にいたんですよ、実は。ちょっとですね、初の神奈川県以外のロケをちょっとしまして、でそれでですね、ちょっと空港で撮ろうとしたら、警備員さんに止められて、ちょっと、空港内でビデオ撮影ダメですって言われちゃったんで、だから結局ビデオ撮れなかったんですよ。だからビデオなしで、ゲーム画面だけをパソコンで開いて撮るっていう。しかもカフェで撮ってる時に注文とか来ちゃうから、なんかもうあたふたしながら撮ってた、あれ。現場の俺らの声めっちゃ入れたかった。ケイさんもいたけどね。俺らの声めっちゃ入れたかった。ロコモコ丼で。ゲームしながら、ゲームしながらロコモコ丼で注文しました。編集もその場でやって、まあ、せかせかしたままね、していきましたけど。まあ、その動画、TV の方であげます。結構すごいとこ行ったよ。もうちょっとね、まさかの厚木を脱皮しすぎて、急にすごいとこ行ったから。ちょっとま、それちょっと楽しみにしてて。はいはいはい。そんなこんなしてる間にもうここですよ。こうやってほら、喋りながらほぼ喋ってるし、今。もうこういう安定周回です。ほんと、よそ見周回ですね。まあ、こんな感じでね、余裕なんですよ。もう余裕です。もうテレビ見ながら喋りながら、こう安定しますんで。もうどんなミスしても大概いける。かといって本気でやろうと思えば、結構そこそこ速いスピードで周回ができる。と私は思っております、勝手に。そんな嘘だっていう思う人は、別のパーティーで行ってください。あくまで僕のパーティーですからね。で、ここでどうせスロット調整しても変えられちゃうんで、もう、ブブブブブ。あ、嘘だ、嘘ついた。あ、嘘だ、あ、え、え、は、え変えられないか。あれ変えられないっけ、ロビン出ました最初。変えられねえよ、バカした。お、いいね、いいね。これもう一旦で行きます。アーロンのスロットがここで揃っていれば一旦で行きます。なので、もう行きます。ここちゃんとやんないと、ここだけはちょっとね、ちょっとちゃんとやんないと、よし、70% カットしてくるからね。で、ここ行って、で、これ変化されるけど、もうそれは無視。無視して普通にやる。で、その次にスロットが調整してられてれば、もう2ターンで突破できるんですよ。いきます。で、弱い順って行きます。そうだね、この6面以降はちゃんと一応、向き合わないとちょっと危ないですね。で、まぁ、1回食らう。食らっても全然平気。で、ここでできれば倒したい。スロットがまぁ揃ってないけど、多分、苦手がいないので、いけると思います。いけます。おい！安定ですよ。ここも2ターンで突破できて、次が、サンジさんですね。ここでね、1体ミホーク使う。ここで1体ミホーク使ったら2ターンぐらいで突破できるから、あれミホーク溜まってる？そもそも、あ、溜まってるね。そう、なんかスースースってやってればね、ミホーク溜まるんですよ。で、ミホーク1体打って、で、弱い順なので、はい。スロットが揃ってるアーロンが一番強い。はい。そう、サンジがスロット強化をしてくれるので、こうして、こうして。はい、でも次のターンで突破できると。全員2ターンぐらい突破できるのかい？だから。よし。いったっしょ。いいね。スロットも1個残ってるしね。
で、ゾロ来て、あー、スロットが、これはちょっと悪い。これが悪い。ここでもうミホーク、スロット揃ってたら、もう、一旦でドン行けるんですけど、スロットが悪いので、ブロック使おうか。ちょっと、クロコダイルにするともったいないけど、ミホークを揃えた方が早い。うん。こういう時、ブロック使えね、心のね。あの、ブロックはなかったら、心の攻撃強い人か。おー、もうこれ一旦っす。もうこれ一旦っす。見てください。もう宣言通り。あ、やっぱ見せるかもしれないから、気をつけて。あれ、おえ。よいしょー、オールドウェイ、オールドウェイ。結構、安定でこれいけると思いますよ。安定だし、そこそこ早い。もうちょっとだから、あの、最初の方今だって3時着いた時に溜まるとちょうどいいんだよね。でも今もう3時着く前ぐらいでちょっと溜まってたんで、もうちょっと急ごうと思えば急げる。まあっていう安定パーティーでございました。はい、そんな感じで今回ちょっと実況動画遅れましたけども、まあそんな感じでございましたよ。で、必殺レベル2倍強化、ちょっとそれも取ります。もう私今からすごい緊張してます。あの、頑張れに頑張った親父本を入れる時が来ました。それも近々あげますので、そっちも見てください。はい、そんな感じでした。今日もありがとう。またあげるのでまた見てください。はい、それじゃあバイバイ、たかしでした。明日も頑張ろう。バイバイ。